こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は全粒粉入りの生地にくるみをちりばめて焼く香ばしいくるみパンをご紹介します。小さく分割して形を作るとふわっと膨らんで小さなお花のように焼き上がります。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れてぬるま湯を注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。サクサクと切るようにしながら滑らかになるまでよく混ぜます。2、3分混ぜたら生地を容器の中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます。一回り大きな容器に60度くらいのお湯を入れ、そこに生地の入った容器を入れてタオルなどで覆って温めて発酵しやすくします。くるみは180度に予熱をしたオーブンで5分焼いて粗熱を取ります。飾り用に6個残して、あとは包丁で細かく刻みます。30分くらいすると生地が2倍になっています。生地が2倍に発酵したら容器の中で広げて、細かく切ったくるみを加えて混ぜます。全体によく混ざったら粉を振った台に取り出します。6等分に切り分けて、シワのない部分を広げるように丸めます。丸めた生地の上から手で押して直径6センチくらいに伸ばします。カードで5箇所に2センチくらいの切り込みを入れます。丸めた生地の上から手で押して直径6センチくらいに伸ばします。カードで5箇所に2センチくらいの切り込みを入れます。焼き上がると切り込んだ部分が花びらのようになります。天板に間隔を空けておき、中心にくるみを差し込むように乗せてください。このまま乾いた布をかけて2倍になるまで発酵させます。生地が2倍に膨らんだら180度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。こんがりと綺麗な焼き色がついて美味しそうに焼けました。
切り込んだ部分が花びらのようになって可愛いパンになります。生地はふわふわでくるみの食感がとっても美味しいです。焼きたてには蜂蜜やメープルシロップなどがよく合います。最後に作り方のまとめです。生地を 2,3 分混ぜ合わせて1次発酵 3,40 分、くるみを5分から焼きして細かく刻む。容器の中で生地を広げてくるみを混ぜる。生地を6等分に切り分けて丸める。直径6センチの円に伸ばし切り込みを5箇所入れる。中心にくるみを差し込んで2倍になるまで2次発酵 3,40 分、180度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。いかがでしたか？とっても簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。